皆さんこんにちは。横浜にある栄シャローム福音教会の小山英二です。今日は5月17日、聖書箇所は列王記第一19章1節から10節、主の慰めで十分です。列王記第一19章1節から10節。アハブはエリアがしたすべてのことと、預言者たちを剣で皆殺しにしたこととを残らずイゼベルに告げた。するとイゼベルは使者をエリアのところに遣わして言った。もしも私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの一人の命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。彼は恐れて立ち、自分の命を救うため立ち去った。ユダのベールシェバに来た時、若い者をそこに残し、自分は荒野への一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、一人の御使いが彼に触って、起きて食べなさいと言った。彼は見た。すると彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べ、そして飲んで、また横になった。それから主の使いがもう一度戻ってきて、彼に触り、起きて食べなさい。旅はまだ遠いのだから、と言った。そこで彼は起きて食べ、そして飲み、この食べ物に力を得て、40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。彼はそこにあるホラー穴に入り、そこで一夜を過ごした。すると彼への主の言葉があった。主は、エリアよ、ここで何をしているのかと仰せられた。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかし、イスラエルの人々は、あなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ、私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。エリアは、劇的な勝利の後、イゼベルの一言に恐れて自分の死を願い、主よ、もう十分です。私の命を取ってください、と言いました。私たちはちょっとした一言で落ち込むということがあります。もっとも一番厄介なのは他の人から言われるということではないと思います。自分自身の思いの中で言われるということだと思います。スティーブン・ファーティックという牧師が書きましたおしゃべり箱を破壊せよという本によりますと、平均的な人の頭には1日6万もの考えが思い浮かぶそうです。そしてそのうちなんと 80% が否定的な考えだそうであります。つまり1日4万8000もの否定的な考えが私たちの頭に思い浮かぶというんです。そのことを聞いたときに、少なくとも自分の場合はその通りだなと思いました。自分の頭の中に確かに否定的なおしゃべり箱があって、否定的なことを言い続けるわけです。お前なんかどうでもいい存在だ、誰もお前なんか必要としていない、生きていること自体周りに迷惑をかけてるんだと。それでは
私たちの思いに居座るこのおしゃべり箱に打ち勝つためにはどうしたらいいんでしょうか。私は電車で本を読むことが大好きです。本がないと電車に乗るのが正直苦痛なんですが、本があれば1時間でもあっという間に過ぎてしまいます。電車に乗って本を出して読み始めます。時々本当に大きな声で話をする人がいます。本に集中しようとするのですが、あまりにも大きな声で話しておりますと気になるわけです。本を読んでるんですけれども、どこかの会社の上司は大変な人なんだなぁと、その会話に飲み込まれそうになるわけです。こういう時に助けになるアイテム、それがイヤホンであります。イヤホンを耳につけまして、少し大きな音で賛美を流したりしますと、その会話は聞こえなくなり、本に集中することができます。会話自体はなくなっていないんですが、気にする必要がなくなります。電車で大きな声で話す人たちが、おしゃべり箱だと言っているというわけではありません。あくまでも例えであります。ポイントは、私たちのうちにあるこのおしゃべり箱がしゃべることを止めることはできませんが、別の声を聞くことによって遮断することができるということであります。よくスポーツ選手が試合前にヘッドホンをつけていますが、雑音を遮断する術を学ぶということは大事なことだと思います。もちろんこのプラグをどこにつなぐかということも重要なポイントであります。実はその人が聞いているものを聞けば、その人がどういう人物か大抵わかるわけであります。自分に正直にという人がいますが、そんな自分が確立している、そんなできた人はそうはいないと思います。結局みんな誰かの影響を受けているわけです。私が学生の頃は尾崎豊という人の歌が流行しておりました。自分に正直にと言いながら、みんな彼の歌の世界に生きようとしていました。盗んだバイクで走り出すと、よくバイクが盗まれておりました。私たちはこのプラグを聖書につなぐ必要があります。神様が何と言っているか、聖書の御言葉を心に蓄え、聖書の御言葉で私たちの思いを満たすならば、この心のおしゃべり箱に私たちの心を奪われることはありません。誰もが落ち込みを体験するものだと思います。エリアは劇的な勝利を体験した後、イゼベルの一言に落ち込み、荒野に荒野に逃げます。エリア症候群と言いますが、勝利を体験した後ほどものすごい落ち込みを体験することがあります。このおしゃべり箱を破壊せよという本の中にこんなエピソードが書いてあります。クリスマス礼拝が終わった次の日、このスティーブン・ファーティック先生は奥さんの実家に行くことになりました。小さな子供が3人いることもあり、2台の車で別々に行くことになりました。奥さんが先に2人の子供を連れて出発しました。ファーティック先生は疲れていることもあり、4歳の比較的おとなしい息子と後で行くことにしました。いざ出かけようとした時、庭に空っぽの牛乳パックが見えました。その横には空っぽの靴箱。その横には空っぽのアップルパイのアルミ。そのようなクリスマスプレゼントの残骸が風に吹かれて庭中に散らばっていたわけです。ゴミ屋さんが来るのが3日後でしたが、それまで帰ってこないので、奥さんが気を利かして家の前にゴミを出していたんです。ところが、その時までは天気が良かったんですが、天気が突然変わって嵐になってしまったために、そのゴミがそこら中に散らかっていたわけです。この時点で、かなりファーティック先生はイラッとしていたんですが、考えている余裕もないので、息子さんと2人で片付け始めました。しかし、いくつか拾っている間に、またゴミが散らかりました。
一つの箱を拾い上げると、なんとピーナッツが入っていました。しかも反対に持ってしまいましたので、そのピーナッツの残っていたものがもうそこら中に散らかってしまいました。奥さんに対して憤りがこみ上げて電話しました。今何してると思う？奥さんが答える前に言いました。庭中を走り回ってるんだ。誰かさんがゴミを嵐の前に置いておいたから。奥さんが説明をしようとしたときに、ファーティック先生は結婚生活の中で初めて怒鳴り散らして、自分の iPhone を庭に投げつけてしまいました。落ち着きを取り戻したとき、心のおしゃべり箱が話し始めました。二日前、お前は何千もの人たちの前で説教をし、イエス様について話した。あなたは今、4歳の息子の前で自分を見失って怒鳴り散らしている。そんな父親でいいのか？お前は狂人だ。お前は何という夫だ。奥さんは今お前のことをどう思っている？彼女の家族がお前のことを聞いたらどう思う？彼らはきっとお前が愚か者で偽善者だと思うだろう。お前はそれよりももっと悪いやつだ。怪物だ。お前はゴミを拾うこともできない。なぜならお前がゴミなんだから。車の中で葛藤しながら自分の罪深さを悔い改めました。そして神の愛が自分が何かをしたからではなく、イエス・キリストが自分のためにしてくださったことに土台しているということを覚えました。そして奥さんの実家に着くと、まず奥さんに謝罪しました。奥さんは傷ついておりましたが、ファーティック先生を許しました。素晴らしい勝利を体験した時ほど、私たちは気をつけなければなりません。いかがでしょうか。おしゃべり箱に振り回されていないでしょうか。興味深いことに、神様は途中で天使を送って、なんとエリアに食事を取らせたと書いてあります。時として落ち込んでいる理由はお腹が空いているだけかもしれません。とりあえず何か食べると不思議と回復しているということがあります。休息を取り、食事をする、それが最も霊的な活動であるということがあります。祈ります。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美します。自分の弱さ、脆さを認めます。しかしイエス様、あなたの御業が十分であることを感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。